前回のあらすじ。あ、前回とかなかったわ。覚えてるかい？霊夢ちゃんだよ、うざいわ。いやいや、どうもどうも。明けましておめでとうございます。霊夢ちゃんだよ。今年もなんとなくよろしくだぜ。マリサだぜ。そうか、もう2017年なのか。いや、実は言うと収録中は2016。メタ発言は慎め。はい、というわけで、なんとなく始めました新シリーズ。ゆっくりたちと初心者が行くマインクラフト。適当に初クラとでも呼んでやってください。ぶっちゃけマイクラ歴3年だから真面目にやってたらそこそこ中堅なんだが、サバイバルを全くやってこなかったせいか知識がところどころ浅いぜ。というわけで今回真面目にマインクラフトで遊んでみようかと思い新シリーズを始めてみたってわけよ。とりあえずバージョンは収録時の最新バージョンだぜ。バージョンが更新されるたびにマイクラ内のバージョンも更新していこうと思うぜ。というわけで勝手に始めていくわよ。あ、そういえばチルノとゆかりが出ていない気がするんだが。大丈夫の問題。あの二人は別のシーンで働いてくれるから。登場はちょい待ってくだされ。というわけでワールド名は、霊夢のお勉強部屋で行くわよ。ワールド生成完了までカット。というわけで、ようこそ皆様霊夢のお勉強部屋へ。ここでは主に4つを目標にプレイしていきたいと思うわよ。1つ目、サバイバルになれる。2つ目、レシピを覚える。3つ目、すべての実績を解除。4つ目、遠藤攻略。ってな感じよ。なんかいつの間にか目標が増えてたりするかもだぜ。あ、今もう1つ目標思いついた。村を町レベルまで発展させる。ほら、こんな感じにな。おお、なんだこれ。自分でジャンプしてるかと思ってたけど自動でジャンプしてるじゃん。何これ、こんな機能あったっけ。オートジャンプ機能はもともとポケットエディション版にしかなかったそうだが、1.10 でとうとうパソコン版にも追加されたらしいぞ。へえ、すごい。邪魔だからきっとこ。運営涙目。とりあえずボーナスチェストを開けちゃいましょう。ボーナスチェストって聞くとなんとなく悪魔ボーナスを連想するんだけど、私だけだよね。ごめんなさい。一人で初めて一人で終わりやがった。コーナーだれー。また懐かしいやつを。関係ないんだけど私ポン酢が好きなんだよね。おお、本当に関係なかった。やっぱ鍋はシンプルに水炊きが好きです。はい、マイクラ関係ねえ。鍋といえばやっぱりリンゴだと思うんですが。おっと、強引に話戻しやがった。私はリンゴより梨の方が好きです。結局マイクラ関係ないんかーい。さっきの会話でこの画像を思い出したわ。今日は晴れですね。晴れといえば僕の誕生日は来月だけど、君はお肉が好き。すみません、私ベジタリアンなもので。もう突っ込むのもめんどくせえよ。なんでやねん。取ってつけたように言うんじゃねえよ。ですがベジタリアンも過去のお話。今の私は雑食です。どうでもいい上に雑食っていう表現で動物を連想してしまうのだが、人間誰しもが雑食なんだよ。世の中には飛行機を食べた人がいたくらいなんだから。いや、極端すぎんだろ。私たちだってすごいんだよ。クモの目とかゾンビ肉とか食べれるんだから。ゾンビ肉に関してはなぜ食べてもゾンビにならないのか不思議だけども。マジレスを。まあ食べ物のことは置いといて、今は拠点に良さげな立地を探さないといけないわね。せやな。とりあえず立地の条件はあれね、鉱山をぶち抜いてそこを拠点にしたいわね。その方が建築資材そこまで集める必要ないでしょ。よし、そうと決まればちょうど良さそうな山を探すまでや。見つけるまでやめへんでー。ちょっと日も落ちてきたかな。ベッドまだ作ってないのにな。よし決めた。今日はここでオールだな。霊夢ちゃんの朝は早い。朝は4時に起床。私の中で早朝4時は夜中の4時だ。まあ実際オールなんで一睡もしてないんですが。私さ、今日一睡もしてないんだよね。出たよ、寝てない自慢。寝てないことに何特別感を抱いてるんだか。それをウプ主に言ってみなさい。まあ実際のところこの実況を作ってる時点でこの会話はウプ主に自動的にブーメランとして返ってきて。だからメタ発言はやめろっつっただろ。痛い、言った、二度もぶった。親父にもぶたれたことないのに。絶対それ言いたかっただけだろ。私はマリサの行動パターンを予測することができる。まあ実のところはウプ主が。だからメタ発言はやめろ言うたやろ。ほいじゃまあ、朝日も上がってきたし、ちょうど良さげな山でも探しに行こうかな。じゃ山を見つけるまでカット。ねえ君、美味しそうだねー。ちょっとちょうだい。いや、ちょ、おま、全部ちょうだいしようとしとるやろ、不平。ねえ君、いい色してるねー。ちょっと私と遊ばないかい？ねえねえ。なんで虫なの？ねえねえ。ねえねえ。ねえ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 。いや、うるさいわ。てかなんでピンク色の羊が普通にいるのよ。え、これって元からなの？いやー、そんなこと聞かれてもな。知らないわ。どうも、マイクラ歴と知識が比例していないポンコツシスターズです。いつから私はお前と姉妹になった。ちなみに私が姉ね。納得いかねえ。はいはい。じゃあ妹よ。誰が妹や。早く仮拠点にできそうなところを見つけるわよ。もういいわ。はいはい、頑張りますよー。てか日差し強いな。めっちゃ眩しいんだけど。そりゃ影もっと使ってるしな。はぁ、なかなか良さげな場所が見つからないわねー。そうだな。ん、なんだあれ。何？
どうかした？いや、ちょっと戻ってくれ。え？はぁ？まあいいけど、戻ってきたけど。ってなんだあれ？やっぱこれ初めて見る動物だよな。さすがの私でもこんなの今までいなかったって断言できるわよ。で、結局なんだこれ？なんだろうね。アルパカ？いや、アルパカじゃないらしいな。マイクラウィキによると、どうやらこれはラマらしい。ラマかぁ。ほえー。なんかラマって聞くと3、4年ほど前にやってた白クマカフェってアニメを思い出すんだけど、まった懐かしいのてかなんかラマさんブレイクダンスしてるんだけど、ご乱心でござる、ご乱心でござる、かという私もご乱心。いって、うわ、くさ。え、ちょ、待って。なにこれめっちゃ臭いんだけど、え？なにこれ？え、ちょ、ま、以上。プチパニック状態の霊夢でした。お、ここいいんじゃない？お、ちょうどいい大きさじゃないか。これくらいの規模なら多分上の方に洞窟なんてないでしょ。多分保険の上にまた保険をかけるような言い方だな。多分乱用しすぎ。結構上あるしあれね。高床式ってわけじゃないけど仮拠点を少し地上より上に作ることができそうね。じゃ下の1階部分は適当に仮のアイテム貯蔵庫にでもするか。気が向いたらそうしましょう。とまあなんだかんだしてたら日が落ちてきたわね。仮の仮拠点を作りましょう。よし、これで OK。あれ、なんか太陽の方向がさっきと逆なんだが。しょうがないやん。あまりにも暗すぎて先に寝てしもうたにゃー。というわけで私の拠点はこんな感じです。どうです？素晴らしい高度建築でしょ。世界のマインクラフター一人一人に菓子折りでも持って謝りに行ってこい。ごめんなさい、許してください。何でもしますから。ん？今何でもって言ったよね。しまったー。まあとりあえず、所詮は仮拠点だから適当に作っていきましょう。とりまここから掘るだけなんでちょっとカット。仮拠点の広さは横11マス、縦は貫通するまで掘ります。とりあえず日の光が入ってくるようなちょっと開放感のある仮拠点にしたいと思います。というわけでまたカット。ちょっと座標チェック中です。ちなみに軽量化のためにオプティファインを導入しているぜ。この円グラフはそのオプションよ。とりあえずオンにしてるけどいまいち味方がわかっていないのよね。嫌だったらオフにしろよ。石ピッケルだから結構きついんだが、まあ、石を石で壊してるからな。マインクラフトにリアルをねじ込んだら一瞬で崩壊することがわかるよね。改めて考えると、それより左にいるピンクの羊が気になる。とりあえず適当に石レンガを置いていこう。地形に沿って置いていく感じなのな。とりあえず地形に沿って柵を置いていこう。申し訳程度の装飾か。やっほい。ガラスを作るために砂を収集中よ。近くに砂漠があればいいんだがな。とりあえず石レンガの上に板ガラスを置いていくわよ。ぶっちゃけありきたりな建築だよな。ぶっちゃけ建築ですらないんだけどね。というわけで仮拠点ができました。いやーすごいですね。影モッド補正。私の建築物は1割が私の力で残りの9割は基本影モッドで成り立ってます。はい、とりあえず仮拠点だし、村を見つけた時はそっちに引っ越しをしないとな。できれば近場にあればいいんだけどな。ほら、遠いとアイテムの移動とか大変じゃん。場合によっては線路を引いていかないといけないかもだしな。線路か。そうねー。だったら駅とかも作らないといけないわね。地下鉄とかも。なんか考えるだけでワクワクするわね。オラワクワクしてきたぞ。というわけでちょっとここから少しいじります。整地したりー。いつの間にか仮拠点の外壁を石レンガにしてたりラジバンだりー。お前絶対それやりたかっただけだろ。というわけでちょっとテクスチャ変えますよ。てやー。というわけでテクスチャをデフォルトからハルシオンデイズ 3D に変更しました。同じマイクラの世界でもこんなに変わるんですよねー。あー、いいっすねー。というわけでどれくらい変わったかいろいろと比較してみました。まずこれがデフォルト。なんでしょうねー。悪くはないんですけど地味ですよね。続いてハルシオンデイズ。いやー、さすがだね。なんか中世っぽい感じが好きなんだよね。制作者様に感謝感激やめあられですな。続いてはデフォルトと影モッド。影モッドが入ってるとデフォルトでも綺麗に見えますよね。パソコンの負荷を考えスタンダードを使ってますがこれでも十分ですね。続いてハルシオンデイズと影モッド。いやー、影モッドのおかげでより一層ハルシオンの魅力が引き出されますね。いやー、綺麗ですねー。でもまあやっぱり重たいんで普段は消しておきます。というわけで、私の10日間はこんな感じだったというお話でした。ふぅ、やべー。話すことなくなった。数日を短くまとめすぎなんだよ。何話そうかな。あ、皆さんお年玉もらいましたか？考えた末に出てきたものがありきたりすぎて草すら生えねえよ。うぷ主はお年玉をもらったことがないんだよね。かわいそうに。お盆玉ならあるんだけど。お盆玉？みんなそんな反応するんだよね。そうですよ。お盆玉ですよ。お盆にもらうからお盆玉ですよ。でもねー、そろそろうぷ主はお年玉をあげないといけない立場にあるのよね。みんな、今年はいい子にしてたかな？ほら、プレゼントだよ。お前の時代は一週間前に終わってるんだよ。え？年齢を重ねていくとプレゼントよりお金をもらった方が嬉しいのよねー。夢なんて所詮夢なんだよ。うわぁ、こいつ言っちゃいけないこと言っちゃったよ。以上、後半ガス欠状態のポンコツシスターズでした。まだその設定生きとったんかい。